なんだ？あ！久しぶりにロックマン X の実況を始めるアッキーミロです。はい、前回の続きやっていきます。今回からはシグマステージですね。なんか下にノーデータって書いてありますけど、あとはなんか画面のあの選ぶマップのアイコンがゼロのヘッドみたいな形してるんでねまあこれが多分ゼロウイルスだと思います。ではやっていきましょう。ゼロレディー。なんか上に行けっぱありますね。でもこれは左には行けないですね。多分右も行けないですね。はい、いけません。降りるしかないです。今回はどんな面なのかな。一度はやってるはずなんですけどね、全く覚えてないですからね。うっそー即死出たわ。なんか最近ちょっと優しめのステージだったんで麻痺してました。そうだ、 X5 は即死が大好きなんでしたもう制作者はきっとファミコン世代ですよって前も言った気がしますけど当たるわけにはいかない、怖い、ジェーふうこれはカットの嵐だなふう、抜けました。一気アップがある。まあ当たるのかな。お、今度はエネルギー回復か。うわー、ゼロウイルスだー。あっ、やばい、当たっちまった。しかもなんだこのシグマモドキは。シグマのような顔をしているけど。こんにゃろーって、これ当たるのって方が難しくね。しかもダッシュで突っ込んでくる。やべー、黄色くなっちまった。早く行かれたらダメパターンか。そう。やっちゃった。はい、この時間止めるやつでいきます。もう無理。終わる。はい、突破できました。あの時間を止めるやつでなんとか抜けました。やらなきゃ無理だろうってぐらいにめっちゃハードル高とか言ってるうちに死んだし、ピーン、オラーオラーオラー、終わりです。やべえ、マジでね、これ作った人モノモース、マジ即死させればいいってもんじゃねえよ楽しみを感じないんだけどなんだ？あー、これは初代ロックマンの敵じゃないか。覚えてるぞやばい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 、出た、目ん玉しか当たんないんだよね。なんかこの敵を見ると余計にやっぱ X5 を作った人は初代ファミコン世代というかロックマンを作った人なんじゃないのかX シリーズというか知らんけど、くっそー、つえー、何が効くんだ、せめて弱点ぐらい。あー、一応電気が効いた。はい、リベンジでーす。電撃が効いたというのは分かったんでね。あー、やっちまったー。あー、くっそー、間に合わねー。こいつで、どうだー。で、この弾をかわせと。まだ来たー。ふっふっふっ、よっしゃー、油断した。もう一回電撃食らわせてやるぜー。ほらー、おらー、くそ、2回当てられた。やっべえ、体に当たるとめっちゃ食らう。うえっ、はい、
うい、うい、これは時間かかるな。電撃ビリビリ、当たってやるわけにはいかん。クソ、やっぱ一発ぐらいしか当てらんね。なんていいタイミングで切れんだよ。なんでしゃがんでんだよ。偽物じゃダメなの？何やってんだ俺は、せっかくのチャンスなのに。出たまたか。集中しろ俺。これがラストだ。おそらくこれで倒せます。これで頼む。近くに来ました。長かった。いやー、申し訳ないですけど、X5、楽しいというより、辛い。いやー、ランク相当低いんじゃない？嘘だろ。何回死んだか。ライフアップ、ラビット S。セーブ。はい、シグマステージの1。ようやくクリアしました。いや、めっちゃ、めっちゃ辛かった。即死ステージの上にボスにも何回殺されたか。あー、記録疲れた。でもシグマステージはね、一回やめちゃうとまた最初からになっちゃうんで、引き続きやっていきたいと思いますが、一応1ステージ1パートでやってるので、一回区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。